おはようございます。釣り子 TV です。これ、手に入れることができちゃいました。ねえ、なかなか、出たばっかりで手に入らないかなと思っていた、ラインスラックのですね、パニックジャック。ねえ、これをね、一つ入手することができたので、早速開けていきたいと思いまーす。おー、来たー。じゃじゃーん。来たー、パニックジャック。このね、なんか、キョロンとした目がいいですよね。なんかね、とぼけた表情なんですけども、その実力は折り紙付きっていうことでね、すごい気になっていたプラグなんですよね。頭周りはこんな感じで、ここにね、ちょっとしたこういう顎がついておりますね。で、アイがあって、で、こっち側にね、こう浮き上がった感じでパニックジャックっていう風にね、入ってるんですよね。いやー、これね、もちろんね、ブラックバスのフィーディングパターンなんかでも試してみたいんですけども、気になるのはですね、何の釣りでもね、効くよっていうことで、海のですね、シーバスのボイルパターンなんかでも使ってみたいなと思って、なんて言ってもですね、みゆ姉さんが、これの、実はね、このサイズじゃないみたいなんですけど、これよりテスト中の小型サイズがあって、記録のね、魚を釣り上げていたっていうことで、ラインスラックの店舗にですね、この記録認定されましたよ、なんていう風にね、立派な額が飾ってあるんですけども、でね、このパニックジャック出しどころなんですけど、まさに今のタイミングじゃないかなっていうことで、スポーニングシーズンが終わって、で、梅雨入りが発表されてね、今日なんかもね、外見るとね、非常にローライトな一日っていう感じなんですけども、スポーニングも終わって、よし餌を食うぞって活発になってきたね、ブラックバスに向けて、水面付近でね、こういったルアーで追わせて食わせる、こういうゲームがガゼン楽しくなってくるんじゃないかなということで、狙いとしてはですね、ワカサギフィーディングではなくて、追い川をね、追いかけ回している、そんな時に効くんじゃないかなと思っていて、ワカサギの場合はこう水面でパッとね、一撃で食べて、またね、下にね、戻っていくね、レンジ戻っていくっていう印象なんですけども、追い川を変色している時は、水面でもうひたすら捕食が完了するまでね、必要に追いかけ回す、そんなシーンがね、見ることがあると思います。そんな時にこういったね、ジャストサイズな、ルアーを水面でバチャバチャルルルルスーってね、こう巻いてくると追いかけてきてガバーっていうね、こういったね、ことが起こる、ね、そんな時にこのパニックジャックね、具合がいいんじゃないかなと思いまして、まずはね、ブラックバスだとそんなタイミングで投入してみたいなと。あとはね、その夏の終わりぐらいですね、シーバスでこの城パターンが始まるちょっと前ね、この城ではなくてイワシ好きのシーバスなんかを狙うときに、またまたね、こういったレンジが大活躍するっていうことで、そうですね、この城ビッグベイトではまだ釣れないんだよなっていうときに、ジャスト、イワシサイズな、こういったサイズのね、トップウォーターがこういうサイズじゃないと釣れないっていうね、そういうタイミングが訪れるはずなので、昼間、朝、夕、あとね、夜なんかも橋脚の明暗なんかではね、しきりにボイルしたりするね、時があるんで、まあ、イナッコのサイズがちょうどこれぐらいである、もしくは、イワシの群れが接岸していて、こういうサイズの、ベイトを変色している、そんな時にこのね、パニックスジャックなこのサイズ感がね、効いてくるんじゃないかなと思ってね、そんなタイミングでまずは試してみたいななんていう風に考えております。で、ライスラックのね、小倉さんに聞いたところ、初回ちょっとね、そのブランクスって、この色の塗ってないこの本体が、
コロナの影響なのか、思ったよりね、数がちゃんと届かなかったっていうことで、先行で3色塗られてね、出てきたんですけど、あっという間に売り切れてしまって、ただですね、このブランクス、色を塗ってない元の、ものがね、ラインスラックに届き次第、小倉さんの方でね、綺麗にね、塗装して、ね、もう何にしても、これからせっかくハイシーズンになったんで、まあちょっとどうなるかね、わからないですけども、夏頃には追加でね、しっかりとした数で、出したいななんていうふうにおっしゃっていたので、自分はねこういう感じのそういうベイトフィッシュ追いかけパターンで使いたいのでね、こういうキラキラした色を選んでみたんですけども、皆さんは出しどころどんな感じで使うでしょうか。何にしてもね、こういうちょっとオールドな感じなんだけども、コンセプトは最新鋭ね、針もね今なりのしっかりしたものが最初からついてきちゃうね、ラインスラック独特なこのバランスね、自分はねこの顔の表情をね、このちょっとなんて言ったらいいか、間抜けなこの目の表情がね、大好きだなって思うんですけども、早速ね、使ってみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ラインスラックの、2022の、新作トップウォーターですね、パニックジャックね、これを開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。